今年は、まあ、去年は直前でコース変更があって、結果的にまあ今年と同じようなコースレイアウトになると思っているんですが、やっぱり山岳パート以上に、まあ、林道と、まあ、ロードを、まあ、いかにしっかり走れるかというのがポイントになると思っているので、ちょっとそこを意識したトレーニングというのを今年はやっていて、まあ、特に中盤の、西富士以降、から走れるパートっていうのがたくさん出てくるので、まあ、そこからしっかりと、まあ、走り切れるようにやっていきたいと考えています。アウターもそうなんですけど、まあ、とにかく軽いっていうのと、軽いんですけど、まあ、当然レインウェアとしっかり機能するので、そういうこういう軽めの、シェルっていうものをチョイスしています。下のレインウェアも同じですね。まあ、このシャツ類に関してはちょっとどちらでいこうか今悩んでいるんですが、暑さが、想定されるようなもし気候であれば、こちらのベターザンをチョイスしたいなと思っていますね。まあ、ベターザン結構、まあ、汗を吸収してくれて体を結構冷やしてくれるので、まあ、とにかく暑さが気になるときはこっちで行こうかなと思っています。まあ、日中例えばこっちで、行って、で、夜ちょっと冷えとか気になってきたら、こっちのエンデューロ、ですね、に着替えるみたいなことをもしかしたらやるかもしれないです。シューズは、まあ、いくつか出ている他のシューズとも、まあ、悩んだんですが、今年はこの、ウルトラレプルージョン、トレイルですね、レプルージョンレースのトレイル版、で行こうかなと思っています。で、レプルージョンレースはロード用のシューズだったんですけども、レプルージョントレイルは裏が、ビブラムソールになっているので、まあ、グリップ力が、非常にあって、まあ、かつロードシューズみたいに走るっていうものなので、ロード、まあ、林道が多い UTMF にはバッチリかなと今のところは思っています。で、目標、まあ、とにかく第一目標はもうしっかり走り切って完走することっていうのが一番大きい部分なんですが、去年もそうだったんですけれども、まあ、トップ5、に入りたいと、思ってで、昨年はちょっとそれができなかったので、今年こそそこの5位以内、まあ、最前列ですね、表彰式の最前列に入っていくというところを、狙っていきたいと